深見俊介です。私はスピントロニクスという分野で研究をしています。スピントロニクスでは電子の持つ電荷とスピン、つまり電気的性質と磁気的性質、これを同時に利用します。これによって発現する現象を明らかにして工学的に利用することを目指します。私はこのイナリスの10年間でこれまでの研究を土台にしてコンピューターの新しい形を作ってみたいと思っています。現在のコンピューターは情報を0と1で表して決定論的かつ逐次的に演算を行います。これに対して本研究では物質材料の複雑な性質や機能の発現機構に着想を得たアルゴリズムを人工的に制御した構造で実行するコレクティブなコンピューターを実現したいと考えています。以前からこの構想は抱いていたのですが、イナリスの募集要項を見てこれだと思って応募しました。いろいろな分野の方との出会いを通して社会課題の解決に貢献できるような技術を生み出していければと考えています。私は小学生の時からずっとサッカー少年でした。サッカーは物理学そのものでそこが面白いところです。どういうことかと言いますと、ボールを1個の粒子として捉えるだけでなくて波として捉えて確率的な現象の統計で捉える、それによってゲームの本質が見えてくるんです。これは物理の実験で材料や構造を変えることによって起こる現象を大きく変えられるというところと共通しています。なので物理の言葉を使いますと、時間や空間に対してポテンシャルがうまく設計されたコレクティブなゲームを見るのはとても気持ちがいいです。これは今回の研究ともつながっています。あと最近は全くですが、学生時代は読書も趣味で特に歴史小説は非常にたくさん読みました。おそらく教科書や参考書の10倍以上は小説を持っていると思います。私の研究室には30人弱のメンバーがいるのですが、チームとして多くの成果を出しながら社会で活躍できる人材を育成していく上で歴史小説から学ぶことは非常に多いと思っています。私は応用に向けた基礎研究で社会に貢献したいと思っています。今回の研究も何らかの形で例えばエネルギー効率の高い情報社会の実現につながって、そのような中で私自身も研究室の卒業生と一緒に仕事をしていけたらと考えています。